さて、ここに来たのは他でもない、上空を我が物顔で飛んでいる蜂を一斉ジェノサイドするためです。なぜならこの場でアラバと戦うにはこいつらが邪魔だからです。アラバと戦うにあたって地に足をつけて戦うのはリスクが大きすぎる。狭い洞窟内では土魔法が攻防に大活躍しすぎるからね。地面に足をつけている限りリスクを追い続けることになる。ならばどうするか。アイターンフライ。そう、空中にいればいいのだ。あの土槍も地面から離れていれば届かないはず。届いたとしても時間差があるから回避するのは楽になるし、ブレスも直前のモーションに注意していればかわせる。ただしあの蜂どもが邪魔しなければの話だけどね。さてサクサク封じっちゃいますか。あやーカラペクトリオ一発用意。なんてやつだ、探知の能力を持つこの私に不意打ちをかますとは。昔の私じゃ瀕死になってたのかもだけど、今はこんなの兵でも。あやー、カラペクトリオ地獄ドルマ。あ、もしかしてこいつらを危険だって認識してないから単純に引っかからないのかな。まあね、餌としてしか見てないし。とはいうものの鬱陶しいから勘弁してほしい。あやー、